篠原俊博議員の一般質問にお答えいたします。私からは新年度予算のポイントのうち包括予算制度における健康福祉事業部の方針として、総合事業の導入についての2点についてお答えいたします。平成29年度予算編成にあたっては第5次塩尻市総合計画の第1期中期戦略の最終年にあたることを意識し、予算編成方針に基づき行政評価の内容や定期監査、議会、行政懇談会等でいただいたご提言やご意見につきましては、その必要性や効果等を検討し、予算化が必要な内容につきましては、予算に反映いたしました。また、社会保障費が膨らんでいくことを踏まえ、委託料や指定管理料、事業補助金につきましては、事業内容、補助内容等を見直すとともに、過去2年間の決算額を考慮すること、行政がやるべきこと、民間ができることを意識し、事業の必要性を再検討するなど、事業部全員で予算編成をいたしました。いずれにいたしましても、新たな財源を確保しつつ、市民の健康増進と福祉の向上を目指し、限られた財源で最大限の効果を生み出すことができるよう、健康福祉事業部全員で知恵を出し合い、担当者が納得できる予算となることが私の予算編成に対する思いです。次に、総合事業につきましてですが、これまでは全国一律のサービス内容と報酬単価に基づき、都道府県の指定を受けた介護保険事業者によりサービス提供を行っておりました。新制度となります総合事業では、市町村の実情に応じて国のサービス内容等を緩和したサービスや、地域住民主体による多様なサービスを取り入れることが可能となります。これにより、専門的なサービスを必要とする方には、これまで通りのサービスを受けていただき、緩和した基準によるサービスを希望される方には、そのサービスを受けていただくことになります。利用される方のそれぞれの心身状況に応じたサービス提供を行うことで、予防効果の質を落とさずに利用される方の選択肢が広がるとともに負担軽減にもつながるものとなります。また地域の実情に応じた住民主体によるサービスを取り入れることで地域の皆さんのできることやりたかったことをボランティア等で行動に移すことができ、生きがいや張り合いにつながり介護予防にもつながるものと期待しております。私からは以上です。総務部長。私からは防災アセスメント調査と地域防災計画についてお答えいたします。本年度実施している防災アセスメント調査は、地震に関する最新の知見及び前回調査以降の社会条件の変化を踏まえた被害想定調査を行うことにより、地域防災計画をはじめとする今後の防災対策の基礎資料として活用をしてまいります。前回平成14年度と平成18年度に、それぞれ旧塩尻市域と旧奈良川村域について調査をしておりますが、今回は前回と違う主な特徴が3つございます。1つ目としては、想定対象地震について前回調査に想定のなかった松本市安住から塩尻市奈良を通って稲島で続く断層帯の境峠神谷断層支部や南海トラフ巨大地震などを含む7つの内陸型の地震と3つの海溝型の地震を想定した点でございます。2つ目としては、地震の揺れを予測する手法について、前回は地震の震源からの距離に応じて揺れが弱くなるという経験に基づいた距離滅水式という、距離減衰式という予測方法を採用いたしましたが、実際の地震は震源の深さや震源の特性、地盤の柔らかさによっても揺れが違ってくるため、こうした要素を反映できるより高精度な
地震予測手法を採用いたしました。3つ目といたしましては、地震の揺れを予測するのに、一辺が250メートルの四角いメッシュで予測していたものを、50メートルのより細かいメッシュを採用することで、高精度な予測を行いました。まだ調査報告書は完成しておりませんが、本年2月に開催された塩尻市防災会議において、想定被害の大きい糸魚川静岡構造線断層帯と境峠神谷断層帯の2つの地震について中間報告をいたしました。まず、糸魚川静岡構造線断層帯の地震では、市北部で最大震度6強が予測され、市の南西部に向かって震度が小さくなり、市南部の奈良川地区では震度5弱、または震度4が想定されています。市北部において最大震度7を予測した前回の調査に比べると、全体的に予測する震度が1ランク小さくなっています。また、建物被害は全壊棟数404棟、半壊棟数2667棟、人的被害につきましては、最悪のケースとして、冬の深夜に発災した想定で、死者数は最大で25人、負傷者数は647人、避難者数は1262人の想定となっており、前回の調査に比べ、震度予測が小さくなっていることから、被害想定も少なくなっております。次に前回調査では想定のなかった境峠神谷断層帯の地震では、市南部で最大震度6強、市北部でも震度6弱が想定をされています。この地震による被害、建物被害は、全壊棟数591棟、半壊棟数2045棟、人的被害は観光客数の多い夏の正午に発災した想定で、死者数が最大で74人、負傷者数は697人、避難者数は797人となっています。糸魚川静岡構造線断層帯の地震よりも、この境峠神谷断層帯の地震の方が、死者数と負傷者数の予測が多くなっていますが、これは被害想定に奈良川地区の観光客の被害者数が考慮されているためであります。防災アセスメント調査の結果は、この3月末、に報告書として提出をされます。報告内容につきましては、塩尻市地域防災計画修正、大規模修正になると思われますが、これの基礎資料として、庁内で情報共有し、活用してまいります。私からは以上です。企画政策部長。私からは3の公共施設等総合管理計画について、施設白書を反映した平成29年度予算案での具体的な取り組みについて申し上げます。本市におきましては、平成27年11月に公共施設等総合管理計画を策定し、長期的な視点を持って公共施設の更新、統廃合、長寿命化などを総合的に行うことにより、財政負担を軽減、平準化するとともに、必要なサービスの維持向上、公共施設等の最適な配置の実現を目指すこととしております。この計画に基づき、平成29年度予算案におきましては、社会福祉センターと老人福祉センターの機能を集約して整備をいたします。仮称ふれあいセンター東部整備事業の
実施設計費、また公民館、子育て支援センター、図書館の機能を複合化し、支所と併設をして整備をいたします。北部地域拠点施設整備事業、この実施設計費や用地保証費等でございますが、これらを計上しておりまして、いずれもこれは有利な記載でございます。公共施設等適正管理推進事業債、これを活用することとしております。また、公共施設等総合管理計画に基づき、建物の除却経費に対しましても、記載の活用が可能となりましたので、過疎債を活用いたしました奈良川弓道場解体工事、それから除却債を活用いたしました旧高井出保育園解体工事を計上したところでございまして、今後も個別の施設計画を順次策定し、施設等の最適な配置と適正な管理を行ってまいります。私からは以上でございます。産業振興事業部長。私からは森林公社の組織と経営についてお答えさせていただきます。塩尻市森林公社は塩尻市長及び塩尻市振興公社理事長が構成社員となりまして、一般社団法人として設立するものであります。ご質問のそれぞれの組織についてでありますが、まず塩尻市振興公社につきましては、現在当公社が行っております森林整備林業活性化事業としての山のお宝ステーションの運営などは、今後森林公社が設立されれば、それらの林業振興に関わる事務はすべて森林公社に引き継がれるものであります。森林公社の担う役割としましては、森林 GIS を活用した森林情報の整備により、山の状況や境界を分かりやすくして森林の整備を促進を図ることや、集約化による経営計画の策定支援、山のお宝ステーション事業の継続と自伐林家の育成や支援、イベント等を通じた森林所有者への啓蒙、啓発活動を実施するなど、森林組合が行えない本市の特性を捉えたきめ細やかな支援に取り組んでまいります。一方、森林課は経営計画に基づく森林整備を実施する事業体や、自伐林家に対する補助金の交付、また地産林道事業として林道の維持管理や路網整備など森林整備の基盤づくりを実施するとともに、森林病害虫対策なども合わせて実施し、森林公社と連携し森林林業振興を図ることとしております。次に、信州エフパワープロジェクトにつきましては、今後、バイオマス発電所工事が予定される中で、環境問題等の様々な課題につきまして、地元との調整が想定されますが、森林公社として特に関わる予定はしておりません。次に、森林公社の事業収入についてであります。新年度に森林公社が実施するおおむねの事業は、地方創生事業による5年間の木質バイオマス環境自立創生事業計画に基づいた地方創生交付金を財源とした市からの負担金を充てるものであります。森林公社の自立化に向けた独自事業として考えられます点は、山のお宝ステーション事業による薪販売や、信州エフパワープロジェクト発電施設に関わる原木の買い取り販売、イベントやプロモーション活動での会費収入、特用林産物の販売収入などが想定されます。今後、GIS の管理運用や森林所有、経営などにおいても、
収益が見込めるような仕組みを研究してまいりたいと考えております。次に二つ目の、ご質問でありますが、森林の保全と森林林業の活性化について、4点ご質問がありました。お答えさせていただきます。まず1点目の事業参入可能性調査についてであります。地方創生加速化交付金を活用し、平成27年度繰越事業として林業再生に向けた事業参入可能性調査を本年1月から、塩尻市長名と森林組合長との連名で実施しております。本調査は、松本広域森林組合や基礎森林組合の約2000人の組合員にご協力をいただき行った森林に関するアンケート調査であります。このアンケート調査は、所有する森林の所在や管理状況、集約化による経営計画策定に関する内容や、事業体などが代行して森林整備を実施することに関する内容、今後の森林整備についての意見や要望など、35項目にわたった調査であります。この調査結果につきましては、現在集計中でありますが、この結果を森林 GIS に反映し、所有者の意向に基づいた森林のゾーニングを行って見える化を図り、今後の森林整備を進めるための経営計画の策定に生かしてまいりたい考えであります。次に、山のお宝ステーション事業の運営拡充についてであります。現在設置されておりますステーションは、片岡と総賀の2カ所であります。新たな設置場所につきましては、現在のところ具体的な選定をしておりませんが、今後地域の要望等を考慮し、森林公社の事業展開に合わせ、収集コストや事業採算性などを見る中で検討してまいりたい考えであります。3点目のサプライチェーンセンターについてであります。信州エフパワープロジェクトのバイオマス発電施設が稼働しても、地域の自伐林家などの個人が直接持ち込むことができないことから、当森林公社が一旦集材しまして、その原木を発電燃料として供給する仕組みを構築してまいりたい考えであります。供給するには、合法木材を扱える機関であること、また、フィットの認証機関であることが条件となりますので、認証を取得した上で、県のサプライチェーンセンターに加入する手続きを進めてまいりたい考えであります。4点目のマスクイムシ対策についてであります。森林公社では、特用林産物の振興を事業の一つとして展開していく予定であり、当地域の代表的な特用林産物の松茸は、赤松による大切な林産物であります。ドローンによる松枯れ観測を試行的に実施し、今後の活用方法を検証する中で、マツクイムシの松茸産地への被害拡大防止を図ってまいりたい考えであります。私からは以上であります。地域ブランド担当部長。私からは、松本空港のインバウンドの現状について、もう一点、料理メニュー等の紹介、接客等、外国人へのおもてなしはどうかについてお答えいたします。はじめに、松本空港を活用しましたインバウンドの現状につきましては、チャーター便として、これまで台湾や香港、ロシアなどから運航実績がありますが、平成27-28年度は運航をしておりません。長野県では増加を続けている訪日客の旅行需要の開拓のため、
昨年松本空港の発展国際化に向けた取り組みの方針を発表し、県松本安曇野塩尻の地元3市、並びに空港関係団体によるプロジェクトチームが組織されました。このプロジェクト内に3つの作業チームが設置され、その中の空港の国際化作業チームによりまして、本市もその取り組み方針の実現に向けた作業を現在進めているところであります。このチームではチャーター便について、該当国旅行者と日本人旅行者の双方向運航の確保、これと航空会社や旅行会社に対する PR ツールの作成を視点として検討を進めております。なおチャーター便につきましては、今後9年間で年間100便を、これが国際定期便につきましては週2路線4便を目標としているところであります。次に外国人観光客への対応につきましては、近年の訪日外国人の増加を背景に、対応のスキルアップとして、イギリスに長期居住経験のあります市の観光協会の職員が講師となりまして、奈良井塾におきまして週1回実践的な英会話教室を開始したところであり、今後も継続をしてまいります。飲食店や、土産物店、宿泊施設などで必要となる実用的な言い回しや接客方法などをまず習得していただくことで、おもてなしの向上を図り、 SNS などでの情報の拡散やリピーターにつながることを期待しております。また新年度は奈良井塾観光案内所に人型ロボットペッパーでございますが、この設置を予定しておりまして、ロボットから得られる情報としてグルメ情報あるいは特産品の情報、これをアプリ内に盛り込みまして、地域資源等の情報提供を行うことで、訪れる外国人観光客に本市の魅力を伝えてまいりたいと考えております。私からは以上です。市長。私からは桜バイパスの現況等についてご答弁申し上げます。桜沢バイパスにつきましては、住民が安全で安心して暮らすことができる道路整備を目指しまして、平成15年8月に飯田国道事務所へ、同年11月には中部地方整備局並びに国土交通省に対して早期の整備を、今が亡き当時の田中今朝春村長とともにですね、バイパス整備の要望を行ったことを振り返る次第でございます。長年にわたる要望活動が実を結びまして、悲願であった国土19号桜沢改良工事が平成19年度に事業採択されまして、平成25年11月に着工されたところでございます。進捗状況でございますが、本年度にトンネル北側の橋梁の上部の床工事が完了いたしまして、去る2月7日から本年12月22日までを工期として、平成28年度19号桜沢整備工事が始まり、トンネル北側工事周辺の4壁、片平橋の補修、残土処分地の整備などを行うこととなっております。トンネル南側につきましても、2月10日から本年12月22日までを工期として、平成28年度19号桜沢片平地区道路建設工事が始まり、トンネル南側の塗り面の切り戸、橋梁の下部工、二の沢護岸工事などを行うこととなっております。またトンネルの本体工事につきましては、施工業者との契約が3月末頃の予定となっており、トンネル工事の工程は5月に開催予定の地元説明会で明らかになることと承知しております。完成時期につきましては国の予算配分状況にもよりますが、明確な時期はお答えできる状況にございません。一日も早い供用開始に向けまして、さらなる関係機関への働きかけを強化してまいりたいと考える次第でございます。
続きまして、言動の管理とメンテナンスにつきましては、バイパス完了後の桜橋地席から片平地席までの約2キロメートルにわたる現国道19号、こちらにつきましては、国から市へ移管され、市道として管理していくこととなります。市では昨年10月に現地調査を行いまして、大規模な修繕を要する箇所などを把握し、市の財政負担が言動の移管に伴い、課題とならないよう、バイパスの供用開始までの間に、必要な修繕を、国費において行うよう、伊田国土事務所と調整を進めていくこととしております。具体的な箇所でございますが、延長約80メートルの片平橋の補修、桜沢集落北側の張り出し歩道の撤去、同じ箇所の落石防護ネット及び乗り面の補強など、その補修には多額の費用を要する箇所につきまして、関係官に今後もさらに強く働きかけていく必要があろうかと承知しております。移管後の言動につきましては、国土19号の迂回路の機能は残しつつも、中山道ウォーキングなどの観光面での利用が多く見込まれることから、それなりの安全対策を講じながら、活用してまいりたいと考え次第でございます。河川に渡る橋について、ようやく3年間待ち望んでおりまして、これはですね、長野県の活水期における工期間が、他の県に比べて前後1ヶ月少ないということからですね、国に対してもですね、非常に苦労しているという状況を、承知しているものとして、見守ってきたわけでございますが、やっと、上部工がかかりましたので、現在通るときにもですね、滑走機じゃなくても、橋の上には作業員が常に、おられてですね、一日も早い、完成を私自身も期待しておりますし、また地域住民の皆様方もですね、何十年来の悲願でございましたでしょうから、あそこを通るたびに、おそらく、そのような工事風景をご覧になっていただきながら、一日も早い供用をお待ちしておられると。いうことは当然のことでございますので、私どもさらにその意を組んでですね、関係機関への働きを強めてまいりたいと考えしたいでございます。以上です。